金平重則電が森山英二を利用、TBS 報道特集で本日放送された TBS の報道特集が森山英二が関伝に金品を受け取らせていた問題を報じましたこの中で金平茂則さんが客観的に見れば関伝が森山さんも駒として利用していたことは明らかですと主張していたんですが この、関伝の問題というか、森山英治さんが引き起こした問題、この森山さんについては、次元社がよくですね、まとめた、よくまとまった報道を行っておりますけども、こちら関伝が森山さんを利用していたというのであれば、この森山さんの金品を、なぜですね、 関連と森山さんんが長年にわたたっててお付け合いいを続けていたんでしょうか報道特集が報道しなければいけないのは関連だけではなくて森山英治とは何者なのかまたこの森山さんの関連会社吉田開発だけではなくて他にもございますこういった関連会社との関係も報道しなければいけませんし さらに根本的な問題として関西で行われる人権教育とは何なのかここまで報道しなければこの問題は解明できません TBS だけではなく報道特集だけではなく全てのマスコミにはこの関西で行われている人権教育について日本全国の皆様にその経緯と内容を わかりやすく報じていただき、その人権教育と森山英二さんとの関係についても報道し、国民の皆様が客観的にこの問題を理解できるように真実、事実のみを報道していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。